お疲れちゃんスラットです。今日ですねバランス調整でね今クララがすっごいことになってますってことで、こちらはねよいしょっさエレジャイミラーエリポンクエイクっていうガチヤバデッキやっていきますってことでね、バランス調整でエリクサーポンプがリワークされてマジで強くなりました。でミラーがもうレベル2個上がね、生まれるようになってガチで強くなりました。で、LJ が8コスからまあ7コスになって、まあ、そんな大きな変化はないかな。でもまあ、前よりは使いやすくなったんじゃないかなっていう、そんな感じかな。ということで、単純にね、エリポンとミラーがエグいですよっていう話ですね。なんで今、エリポンミラー入っとけば何でもなんとかなる。エリポンミラークエイクの引きこもりデッキみたいなのもね、生まれてるので、ちょっと今日こちらでね、エリポン立てまくってクエイクと LJ だけで削るっていうのをね、やっていきたいと思います。なんでね、今から皆さんはね、地獄絵図を見ることになります。え、クラロハってこういうゲームだったっけっていう、まあ、びっくりすると思うんですけど、まあ、今のクラロハはねこういうもんだよっていうのをちょっと皆さんにねお見せしたいと思います。さあエリポン行っていきます。で本当はミラーここであるとね相手に呪文打たれてももう一回エリポン受けたんですけど、さあで今回はゴーストというのなので、まあ30死とかの可能性は結構濃いですね。まあ30死がねちょっと強くなりましたね。でこれ暇なんでテスラ、あっちゃんどうしたん。さあ置いてエリクサーポンプね、もう相手ファイボ使ったんでもう無限ですね。エリポン食べまくって勝ちですね。でいやなんならエリポンもう一回置きたいんですけど、まあさすがにね我慢か。さあ我慢しながらの、いやクイックで削っていく。でこれも強でいいかな。でさテスラ置いてこれをね繰り返していきます。マジでこれを繰り返していきますもやばいんですけど、マジでこれを繰り返していくと勝てるっていうのがマジで今のクララです。よいしょ。でさでこれ U のダッシュさせないトルネですねっていうようなので、まあエリポンを貯めていって、いやガチでクエイク打っていくだけっちゅうやつです。さあでまあこれはね相手の神ザップでワンチャンいかれる。いや怖い。さあ怖いですけどね、もうエリポンです。こういうマジアジャぐらいも強いです。で相手まあペッカーですね、まあ、ペッカーですけど、まあ、そんなんどうでもいいですね。いやえぐいです。いやマジでこれが強いです。いやこれでもあれか、エリポン2個にファイブ当たるな、もしかして。わあえぐい。これもったいないですね。に当たってない。いやでかいでかい。でなんならこれLJ2 周回すかっていうプランですね。多分ね、まあ、ペッカーとか間違いなくペッカーなんですよ。で、ペッカーを出してくると思うので、よし、ここで2周目の LJ いきます。なんなら LJ2 体出してもいいかも。これも捨てて、LJ からのもう1回 LJ いきます。えぐくね？意味わかんないでしょ。で、引っ張って、まあ、クエイクはね、打たなくてもいいかな。さあ、で、テスラでガイモです。まあこのなんならグラチャレなんで13か2個上か、これがまあグラチャレじゃなかったら、まあ、16のねエリジェが出るよっていうので、さあでまあテスラが強いんでこういうのも耐えれるもんですね。さあテスラ立てまくって、あとはまた真ん中エリジェとかねしてもう一回エリジェ出してっていう、まあなんかまあなんて言えばいいんだろうね。まあエリポンミラーが壊れるっていう、また新たなクララのスタートと言いますか、まあ最悪ですね。一言で言うと最悪ですね。いやーまあ使ってる側は楽しいんですけどね、使われる側は地獄っていう、まあクララはあるあるかなと。なんでまあクエイクの採用率が結構上がるのかな。さあで今回枯渇なのかな、まあ暇なんでクエイクミラーでプリンセス処します。はい。でこれもダメージ結構高いですね。あでこれはもうねランバーはねしょうがないですね。でまあ金起動したいですね。さあなんでバルーンを寄せてあげて、よいしょ。でプリンセスのランバルか、みかんさんとか使うようなバルーンですね。でランバーいなかったらワンチャンエレジェイぶっ刺さりそうっていう、うん。さあ頭端前プリンも嫌だなって思いながら、
まあ、ディガーはないかったらいいなぁの。いやー、これはさすがにテスラでしか壊せないです。うん。ファイスピで寄せて、まあこれは別にトルネで、ああ、うまいですね、それは。まあでも、このデッキの強みはね、もう一個トルネードがあるので、さあトルネードミラーで耐えていきます。いやー、で、これアイスピクルっすね。うん。さあ、1400ね。守れるかな？これ、ユニットがいないんで、プリンセスとかの処理ができないんですよね。そう、まあ、最後の最後に、エレジェイミラーで、なんとかなるかな？これどうだろう？エリポン置くべきなのかすごい悩むんですけど、置きます。あと、タルガも持ってたからな。普通に安っすね。タルガ。うん。まあ、ランバル来たらエレジェイブッパでもいいかもね。さあ、ここですね。エレジェイブッパでいきます。もう守れないんでね。さあ、守れない覚悟の、ワンチャン守りたいなの、さあ。いや、ワンチャン守れそうだな。で、バルーンを守りながらのプリンセスを処理していく。え、めっちゃいい防衛じゃないですか。このね、守る、守らないのの、守るプラン。いや、ランバーで溶かされるか。いや、でもこれ、エレジェイがマジで強いっすね。エリジェイ出し毒みたいなとこある。さあ、いや、困って、なんかレイジのさ、バルーンが強すぎてさ、キング行かれそうなんだけどね。ガチでいく、普通にキング行かれて終わる。さあ、エリジェイにちょっと頑張ってもらい、じゃあエリジェイにちょっと頑張ってもらいね。さあ、エレジェイちょっと頑張ってもらい、マジエレジェイね、頑張ってもらわなきゃの終わるんですよ僕。さあ、エレジェイに頑張ってもらい、ハシメプリン来る？来ない。さあ、エレジェイのカウンター、ああ、負けた。いや、さあ、うまいですね。プリンセス行かれたな。いや、まあこういうね、なんかもうえぐいエレジャイデッキでもね、勝てる時代が来ちゃったんでね、やばいですね。まあ、エリポン貯めまくりたいですね。まあ、明太子しか勝たんすよね。さあ、よろしく。紫のね。とりあえずエリポン置きたいな。なんか、一応エレジャイデッキなんですけど、理想はね、エレジャイを出したくないんですよね。やっぱエレジャイって、まあ、出したら強いんですけど、やっぱカウンター来ちゃうんで、理想はマジでクエイクだけで削る。うん。エリポンミラーしまくって、エリポンミラーで、おー、タイミングかぶったの熱っ。いや、ありがとう言われてんじゃん。ありがとう。こんなんだってテスラで終わるからね。いや、なんならお友達？あ、でもゴーストいたな。うん、いや、アナホリー。マイティー！しかもマイティーってエリジェにバカ弱いんだよね。さあ。まあ、これはもう餌ですよね。うん。で、エリポンを置いていきます。あ、でもエリポン今回クエイクか。ワンチャン置かなくてもいいな。これどうしようかな。何が出てくるんだろう。もう一体ゴーグルおじさん行ってもいいけどな、ぶっちゃけ。うん。いや、置くか。で、エリポンはね、マジで今回、リワークという名のガチで強化なんで、これ壊れた瞬間に、一撃エリクサー回収できるのマジで強いんだよな。でさ、なんならミラーあるので、ここでね、14を召喚していきます。でさ、ゴースト、いやー、これ、ユニットかぶっててできなかったね、今。ありがとうって言われそう。言わないで。いや、マイティはマジエレジャイに弱いんで、こう逆言ったらもう一体のエレジャイで、みたいなとこある。これ、掘られるかな？いやー、結構痛いんですよね。まあ、でも、そろそろね、エリクサーのアドが、あ、やばい、待って、これエレジャイ絶対いらんわ。まあいいや、行っちゃおう。いやー、マジでなんかクラロワってやっぱ時代とともにこう変わりますけど、ここまで変わるかっていうぐらい変わってますね。こんなことになると思わないっすよね。エリポンミラーで置いてね、エレジャイ出しまくるみたいな、これ。いや、えぐいな。
意味わかんねえもんなこれ。何これ。ふざけてんじゃんっていう。いやー至って真面目なんですよ。いやーこういう時代も来るんですね。大きく変わりましたね。まあ次のバランス調整でちょっとさすがにね、さすがにこういうのはね変わると思うんですけど、いやーえぐいね。まあウッドとか入れた方が強そうかも。まあとりあえず回して、相手もこれミラー関係なんじゃない？レイジで暇してるもんね。まあイリポンスパーキーとか、いやこれスパーキーさ守れんくね？守れるかな。テスラ置くかいっぱい。テスラ3つぐらい置きたいな。おお。さあエリポン来た。やっぱ時代はエリクサーポンプ。さあこれはスパーキーをテスラ側にノックバックさせてテスラをね起こさせます。いやめっちゃいいね。でいやここはまあジャイ来たからエリジャー合わせてもいいかもね。なんかミニペとかエリバブ来たらなえるんですけど、まああとは俺だけエリポン溜まるんでこれ。ああいやこれ結構渋いっすよね。まあでも置き毒じゃないですか。置いてテスラで守っとけばみたいな。いやーマジでえぐい。なんかルート強制かかってる。しかもいやー普通になんか安ね。まあでもここは男の強です。これが男の強です。さあタワー377ですけど、そんなの関係ありません。クララはねエリクサーアドバンテージをいかにこう取れるか、取ってそれを使うかのゲームなので、はい、エリクサーポンプ立てれればタワー1本捨ててもアドです。なんなら2本までなら捨てれます。いや3本捨てれる。で5本。さあとりあえずテスラ置いて耐えるか。いやマジジャイ来たらね結構渋いんすよ。よいしょ。さあ耐えて一旦リポン置いて、これをまあ無限にしていきます。はい、作業です。あとまあスパーキーきついなマジで。いやでここはちょっとウィザードをねエリジャイでしばきたい。あとファイスピの範囲とか、マジエリジャイがね、まあ、意外とこう防衛で使わなきゃね苦しいっていう場面もある。まあテスラを5本ぐらい生やせればいいんだけど、よいしょ。まあこういうことだね。いわゆる簡単な話こういうことだよ。さあで引っ張って、なんならおじさんもう一周もう二周ぐらいいけそうだな。いやー何やってんだろこれ。でクエイクですね。でもマジでこのミラーエリポン戦術が本当になんだろう、即バランス調整来て緊急メンテして下方しないといけないぐらい壊れてるんですよね。そうだから、カルトレジェンドラバルっすね。緊急メンテが来なきゃ今シーズンはこれです。まあ、こういうクエイクミラーとかエリポンミラーが真面目に息をしてるっていうやつですね。さあラバルか。まあテスラ2本置いて頑張るかな。まあエリポン置きたいな。でもエリポンこれなかったのが渋いっすね。まあテスラトルネミラーで耐えれるかな。相手は1本本気で取りに来そうだけどね。さあ光栄も追加されそう。まあここはさすがにキング起動してエレジャイ強いです。おおマイティーズ掘るのかなこれ。掘ってくんのか。いやでもこれはあんま HP ないんで全然いいっすね。よし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 、めっちゃよくない。でリポン置いてもう一回リポン来たい。これさすがに5打ってくると思うんだけどね。11にはこれ5打ってこないかな。ケツからも一回ラバル組んでくんのかな。どうなんだろう。打ってこいポトン。いや打ってこなくても、いやーこれやば。カール・ザ・レジェンドって普通に世界1桁2桁とか取るラバ使いで、多分トロフィーもね
ガチで高いんですよ。そうそうそう、まああとで多分プロフィール見れば。でもクラも本物なんで。いやこれでもめんどくさいな。さてはキングを折ろうとしてる。いやー待って、ちょっと下手だったなタイミングは。あ、なんかバルーンさキングにするとさ俺キング行かれるみたいな、そういうパターンの可能性もあったっすよね。さあ一旦置く。いやーこれテスラで壊してもいいな。スケドラうまいっすね。うわー、でこれまあ攻めるか、なんとなく攻めて、でここももう一回攻めてもいいかもな俺、エリジャイで。いやこれやばくね、マジで。なんか笑えるっすけど笑えないっすよね本気で。いやこれはこの後のことを考えてテスラを左下に置きます。エリポン、いや真ん中バルーン来そうだな。あーこれキングもオリン来てますね相手。さあエリジャイで蓋してあげて、まあでもテスラがあるんで、だからなんならこっからはもうクエイクを8周ぐらいしてもいい。まあラバル来るっすね。まあエリジャイ防衛っすね。ああそっちに行くんだ。でバルーンか。うわーそれはうまい。いやうまい。でもテスラミラーで、いやなんならこれ相手の方がきつい。いやーそういうことね。これキングこっちに来るっすね。潜りたいんだろ。お前潜りたいんだろ。お前潜りたいんだろ。潜れよ。いや潜らんのかい。潜れや。全然潜らんやん。いや待って、外役しまーす。いやこれだってさ俺真ん中入れちゃい絶対早いよね俺の方が。さあ守る。でテスラをニョキ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 。あークエイクミラーです。いやー引くわー。自分で使っといてえぐいっすね。まあたまたまラバルには強いっすね。たまたまね。さあちなみにね、前シーズン世界23位ベスト10位です。埼玉8700の化け物に勝てます。あーやばいね。ミラーエリポンがな、なんか相手のスペル、まあ、ぶっちゃけファイブでもポイズンでもさミラーあったら有利になれて、ライトニングロケにも有利になれて、まあ、相手がクエイクじゃない限りはもうミラーエリポンがね損しないんですよ。まあ高回転ディガーとかだったらねあれかもしれないんですけど、いやーミラーエリポンが壊れの時代です。いやーあんまなんか綺麗な環境ではないね。間違いなく、間違いなく言えるのはね綺麗な環境ではない。いやしかも柳雨ってことはジャイスケラか、ジャイスケラですね。あージャイスケラなんですよってことは、あーちょっとめんどくさい。スケラの受けが渋いですね。さあ後ろに下げちゃおう。下げてテスラで守りながらのクエイク防衛か。これキング起動説ある。でここを耐えたい。いや痛い。いやでもキング起動したらさちょっとない、今のこれだってさキング起動しなきゃぶっちゃけ勝てないっしょ。いやどうだろう、エレジャイが刺さるか。いやまあテスラで次から守りながらのクエイク防衛をまあ一応するかなぐらいの。いや全然ある全然ある全然ある。いやもうなんならキング起動正解だった説ある。まあ、カードの回し方がちょっと大変。ジャイが解けないですね、あと。うん。さあ、なんで、守りながら。いや、やっぱ、キングドでかい。いや、でも、相手のこの雪玉もうまいが、俺のこのスキカバーもうまい。いや、痛い痛い痛い。いや、めっちゃいる、めっちゃいる、めっちゃいる。入りすぎ、入りすぎ、入りすぎ。いや、それはね、入りすぎなんですよ。間違いなく。いや、こうなると、渋い。俺のキング起動どこ行ったってなるんで。そうこれが渋い。まあでもここはさ蓋してもう守れないなら攻めちゃおうぜっていう感じですね、ぶっちゃけ。
いや、エレジア今ミラーでも美味しいってよかったな。で、これでも気づいた、守んなきゃ勝てないっすね。なので守りました一応一応ね、一応守りました。守んなきゃ勝てないっぽいんで、でもう一回始まエレジャーして、ワンチャン最後クエイクボーイして、これだって柳でさ落ちない。いや、クエイク、うわ待って、いやもう一回エレジャーだったな。うわミスった、うわ待って、やばい、うわうわ惜しい、うわー持ってねー、うわ今最後始まりじゃねえ、もう一回取ったらさ間に合った説あるな。うわー悔しいですねこれ。ということでね、まあこういう、まあどっからどう考えてもふざけてんだろっていうデッキが今シーズンは普通に強いので、まあ皆さんもこのカオスなね環境をちょっと覚悟しといた方がいいかもっすね。まあレベル16のユニットがねいっぱい来るのと、まあミラーエリポンが結構えぐいので、ちょっとそれはね覚悟して今シーズン皆さん頑張っていきましょう。まあエリポン自体普通に強いと思うんでね、結構使い得ぐらいの、強いカードだと思います。皆さんも使ってみてください。チャンネル登録もねお願いしますよ。お疲れ様でした。またね。